当初の馬場さんの攻めかける釣りが、はい、表現でできると。皆さんこんにちは、バルケン荒川です。赤羽です。本日はですね、ブレイクスルーシリーズにニューラインナップが加わるということで、こちらのご紹介のためにですね、茨城県にあります筑波園さんにお邪魔しております。ニューロットということで、こちらゼロバージシリーズに1機種ゼロシールドとして、2機種ゼロアーマーとして3機種ですね、はい。こちらご紹介できればと。ゼロシールド、ゼロアーマー、はい、全く新しいシリーズ、新機種っていう形になりますね。はい、はい、では早速ですけども、こちらのご紹介、行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで、いざご紹介という形で、まずはですね、ブレイクスルーゼロバージシリーズの新機種、61MLH ということで、 61MLH といえば、皆さん、ダインスレーブブラックベスパインシリーズ、こちらの 61MLH がベースとなっておりますけども、そのダインスレーブブラックベスパイン 61ML シリーズ組の親、赤羽さん、そちらのロットのコンセプト的なところをご紹介できますでしょうか。はい、ダインスレーブの中での MLH っていうところなんですけれども、超攻撃的なハードテストな、ロットとなっております。攻撃的といっても攻める釣りですよね。スプーニングだったりとかプラグに関してもそうなんですけども、積極的に自分で仕掛けていくような操作性重視の釣りのことを僕はコンセプトとして作らせていただいたんですけれども、そちらを今回待望のゼロバージシリーズでもコンセプトをそのままに攻めかける釣りが、はい、表現できるということで、はい、落とし込ませていただいたモデルがこちらのゼロバージシリーズの 61MLH になります。そんな赤羽スピリット、攻めかけるスタイルを凝縮したこの 61MLH ゼロバージですけども、実際にここどんなルアー、どんなライン、どんなシチュエーションです、そういったところのおすすめのコメントありますでしょうか。はい、MLH なんですけれども、そもそもがやっぱりハードテイストっていう形になっていますので、ロッド自体が張りがあって、それに加えてやっぱトルク、パワーですよね。トルクはすごいね。すごいですよね。非常に強いパワーを持っているんですけれども、そのため、スプーニングなんかですと、やっぱりハイウェイトのスプーンですよね。2グラム、3グラム以上のスプーンで距離を出す。遠投ですよね。なんかで使用していただくっていう点が一つ。とあとクランクなんかではディープ系のクランクですよね。水の抵抗を非常に受けるあのクランクでも、ロッド自体のパワーと張りがあるためにヒップが負けないでしっかりとクランクをやっぱ深いところまで潜らせて引っ張ってくることができるっていう、リップ、クランクのリップにしっかり抵抗を、そうですね、与えることができる、そうですね、というわけで、はい、っていう点と、あとミノーイングなどの操作系、操作系ボトムもそうですよね、しっかりと操作して使う、ルアーなんかには適してくるというところになりますね。はい、重めのスプーン、あとは利き抵抗のあるクランクベイト、そしてミノー系、はい、今ご説明いただきましたけども、実際にラインセッティングなんか、はい、いかがでしょうか。そうですね、僕なんかはあの非常にやっぱりこのハードテイストのロッドに加えるのにベースとしてやっぱりナイロンラインっていう部分を、うん、あの非常におすすめしてます。赤羽さん、ナイロン大好きです、ね。はい、僕ナイロン大好きなので、でやっぱり、ロッドとの、ね、バランスっていうところで硬いロッドにナイロン加えてしっかりと伸びのあるっていうところでバランスをしっかり取るっていうところで、スプーニングなんかにはナイロンラインがおすすめになるんですけど、うん、ナイロンラインのそのしなやかさがあるんだけども、はい、トルクのあるロッドで、遠くのあたりをビシッとこうしっかりかけていくっていう、取ることができる、はい、でまた、プラグだったりとかその操作系のボトムなんかミノーイングに適しているのが P ラインになってきますね。はい、これまた、ナイロンラインと全然ね違う、全然違うっすね、はい、ラインなんですけど、ハードテイストのロッドに低振動の P ライン、はい、P ラインっていうところで組むんですけれども、やっぱりこれはあのロッドの張りを生かした操作性重視の釣りに非常に相性がいいっていうところにはなってきますね、うん、意外とハードなロッドにそういう低振動のライン P とかを合わせると、はい、強と強、強い強いだと、はい、そんなに強くて大丈夫なんですか、はい、ってい こうご心配される方もいると思うんですけど、安心してください、大丈夫です、大丈夫です、はい、結構強いロッドに強いライン、伸びるの少ないラインっていうものを合わせてあげることによって、実はこうもっと釣りが簡単に、魚のほんのちょっとした首振りだけで針が貫通して釣り人側は必要最小限の動作でこう、はい、腹筋が完了できたりとかね、実は非常にこう相性がいいこともあるので、皆さんぜひ使っていただければと思います。はい、
はい、今期のニューロットゼロシールドとなっております。でこちら2機種ですねご用意させていただいたんですけれども、荒川さん、はい、こちらのご説明よろしくお願いいたします。はい、ブレイクスルーシリーズのニューアイテムということで、ブレイクスルーゼロシート2機種でございますね。ゼロバージにするエントリーモデルということで、ゼロバージの違い、まず何かっていうと、グリップのデザインですね。こちらを使用していて、まあ、非常にこうスタイリッシュなデザインとなっています。でですね、60L、60ML っていう形で、この6フィートジャスト、非常に取り回しのいい長さ、レングスに、レギュラーテーパーで L、ML ともに張りがあるアクションになっているので、こうマイクロスプーンから 2g、3g 台のスプーン、あとはあの引き抵抗のあるクランクベイト、そしてミノ、あとはボトムプラグ、あらゆるルアーっていうものをオールマイティに使用できる仕上がりになっているんですけども、より大物、より重いもの、よりこう軽快な操作性っていうものをこう求めるのであれば 60ML、 いろんなもの、マイクロスプーンから 2g、3g 台のスプーン、あとはオールマイティプラグっていうものをこう使うのであれば 60L、そちらをですね、おすすめさせていただいております。こちらの2機種なんですけども、まあ、それぞれ ML と L とありますが、はいはい、おすすめな、ね、ラインセッティングなんかございますか。ですね、ズバリいろんなライン、何のラインでも問題なく使用できるということで、皆さんこういう回答だとね、迷っちゃうかもしれないんですけど、さっきもお伝えさせてもらったんですけど、 L、ML ともにこうレギュラーテーパーで張りがあるので、 P ラインとかエステルライン、こう低振動のラインにも負けないブランクパワーっていうのを持っているっていうのがまずあって、さらにしなやかなナイロンラインともね、ベストマッチするので、全く初めて釣りをされるとか釣りの経験が少ないっていう方がやるのであれば、間違いなくナイロンラインの3ポンドをおすすめさせていただくし、よりこうステップアップしてボトムの釣りとか操作系の釣り、そして繊細なスプーニングとかね、どんどんこうしていきたい、ステップアップしていきたいっていう方だったら、クロロカーボンとかエステルライン、あと P ラインとかね、使用するルアー、用途に合わせてこうチョイスしていただければと思います。こちらエントリーモデルですけれども、そのやっぱり用途的に幅広く皆さんに使用していただけるということもあるので、はい、2機種の中でもプラグだったりスプーニング、さらに、ラインも選ばずに使用していただけるっていうところが特徴になってきまして、この洗練されたね、シャープなデザインと EVA グリップっていうところで、ぜひね、皆さんも使っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。続きまして、ブレイクスルーゼロアーマーシリーズということで、実はですね、正式発表前からですね、非常にこう多くのお問い合わせをいただいているゼロアーマーシリーズでございますが、赤羽さん、はい、ゼロアーマーシリーズということで、こちらゼロバージのリミテッドモデルでもあるんですよね。リミテッドモデル、限定モデルですね。はい、はい、ですね。でこちらのアーマーなんですけれども、ゼロバージと違いまして、ハイスペックバージョンという形にはなっております。ハイスペック、はい、具体的に言うとゼロバージとどこが違うんでしょうか。まずバットのところにあるこちらですね、ここのカーボンなんですけど、はい、4軸カーボンが採用されてます。プラスアルファで、こちらですね、ガイドの方も今までになくトルザイトリング。お、通常ですとこの4軸だったりとか、はい、トルザイトリングっていうのは、ハイエンドクラスのロットに、搭載されることが多いんですけども、こちらの、ゼロアーマーには、採用させていただいた、はい、それで限定という形を取らせていただいたモデルにはなるんですけれども、なのでハイエンドシリーズのロットと変わらないハイスペックなガイド、そしてカーボンの、コンポジットっていうところで、価格を、ハイエンドシリーズよりも抑えながら、ハイエンドロットに匹敵するこうパフォーマンスを持ち合わせたロットということで、こちらの3機種、の詳細、教えていただいてもいいでしょうか。はい、今回ラインナップさせていただいたのが 61L、62GL、60ISS となっております。ゼロバージもこう非常に人気どころの3機種でございますね、はい、そんなゼロアーマーシリーズですけども、完全に限定生産ということで、はい、皆様店頭にて見かけた際にはぜひお見逃しのないようによろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ブレイクスルーシリーズに新たに加わった新機種、ご紹介させていただきました。次回オーバーブレイズの方も動画にてご紹介させていただきますので、ついに対するオーバーブレイズ、そちらもお楽しみと
ということで、はい、本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。